ボートレース浜名湖名物企画シリーズの第3弾、オール B 級ボートレースメモリアルボートボーイカップシリーズ、キャッチコピーは B 級記念、それにふさわしい子メンバー6強が勝ち上がりました。もう一つのメモリアルの頂上決戦、第12レース優勝戦の開始です。ピット離れ良くなかった3号艇高浜、本番は難コースとなるか。しかしまず1コースには1号艇安子を知見、自力で勝ち取った絶好枠番から最強の師匠たちを迎えつ、2戦このレース1番人気、2コース2号艇春園コーター、現持ち勝率は 6.23、 初 V の地浜名湖で A1 カムバックへ勢いをつける久々の V ゴールがなるか。そしてセンター3コースどちらか、3号艇高浜吉坂、4号艇峰竜太。準優はお見事の1周2マークでした。大一番もワンチャンスを見逃さない3号艇高浜、本番は4コースか。3コースには4号艇峰竜太、紆余曲折ありましたが、そこはさすがの峰竜太、しっかりファイナル進出。オーラスこそは格の違いを見せつけたい。本番5角です。5号艇高塚誠一、歴史を塗り替え続けるその走りは間違いなく多くの人々に夢や希望、勇気を与えています。静岡が世界に誇るスーパーレジェンド高塚誠一、5角サイアウト6コース6号艇前田光、これでトーチは3節連続でのファイナル進出です。12レース優勝戦進入内から1番2番4番3番5番6番です。スタートしました。インコース1号艇安子内、6コース6号艇前田光がコースタート、6コースから仕掛ける、攻める6号艇前田光、大まくり炸裂。さす2号艇春園、陰線残しに行く1号艇安子内、後方4号艇峰、3号艇高山、5号艇高塚誠一でワックスレッジ、6コースまくりお見事。6号艇前田光先頭、スタートは正常。1周の2マークの2番手争い、2号艇春園コータから行く、待っての差しは1号艇安子内、外2号艇春園、内1号艇安子内の2番手争い、ここから3艇四半差、追い上げ体勢、4号艇峰、後方3号艇高浜、5号艇高塚誠一の順でレーサー2周目に入ります。2周の1マーク2番手争い、潜り込む4号艇峰竜太を1号艇安子内県がカーソル、2番手1号艇安子内、3番手2号艇春園、上位の体系6番1番2番の順で各艇がスリットラを通過して、これから2周の2マークです。2周の2マーク先頭で6号艇前田光、2番手1号艇安子内県から回ります。2号艇春園高田握っていく、小回り4号艇峰竜太も3番手2号艇春園優勢、上位の体系6番1番2番の順、各艇が時計前を通過、当然ながらこのまま決まりますとこのレースは後輩と決着、これから6艇が最終周回に入っていきます。三度浜名湖ファイナル、6号艇前田光が先頭で最後のバックスレッチ、2番手1号艇安子内県、3番手2号艇春園、上位の体系6番1番2番、3連単612、723倍ジャスト、614なら418.1倍となっています。2020年10月江戸川以来通算2回目の優勝となります。6号艇前田光、最後の直線、2番手1号艇安子内、3番手2号艇春園守りました。6番1番2番、1着6番前田光が優勝のゴールイン、2着1番安子内、3着で2番の春園ゴールイン、後方4番峰、3番高浜、ラストで5番高塚誠一がゴールインです。第12レース優勝戦の確定は1着6番、2着1番、3着2番以上でございます。